2023年夏、甲子園は慶応高校、神奈川の107年ぶりの全国制覇で幕を閉じた。聖地は相手チームの声援がかき消されるほど、若吉の大合唱が地鳴りのごとく轟き、仙台育英、宮城の夏連覇を阻んだ。改めて、慶応の底力を垣いま見た瞬間だった。 優勝のマウンドに立っていた慶応2年生エースの小宅雅美が生まれた2006年の夏、甲子園の主役は間違いなく早稲田だった。早稲田実業、東東京が田中雅宏率いる駒台苫小牧、南北海道との決勝再試合を制し、悲願の初優勝。聖地を揺らした紺碧の空は、駒台苫小牧の夏3連覇の障壁となり、 エース斉藤佑樹のハンカチ王子フィーバーは社会現象にまでなった。あれから17年、直近では慶応は今年を除くと2018年春夏の甲子園に出場し、総実は2017年選抜を最後に聖地からは遠ざかっている。この5年で両校にどのような差があったのか。まずは両校の戦績を2018年秋からたどってみたい。 早見東京都大会4強、慶応神奈川県大会4強、2019年夏、早見西東京大会8強、慶応神奈川大会4回戦、この大の主な3年生、早見伊藤大成、老いぬまると、共に総大。慶応吉並つ広瀬龍太、共に境大。2019年秋、早見出場辞退。 慶応神奈川県大会4回戦2020年夏早見西東京大会8強慶応神奈川大会5回戦有料会員最新ランキングバスケ日本代表大谷翔平岡本和真柴崎学岩渕真奈藤井聡太野球高校野球甲子園の風バックナンバー慶応優勝の一方で 早稲田実業は今夏コールド負け、全員丸刈りの早見、慶応はオール4でも推薦入学できず、高校野球の総計を比較してみた。2023年9月1日11時2分、清宮幸太郎、左、が在籍していた時の甲子園出場を最後に甲子園から遠ざかっている早稲田実業。慶応との直近5年間を比較してみると、 内田勝次テキストバイ、勝春内田、フォトグラフバイ、秀樹杉山、L、直屋さぬき、R、ツイート、シェア、コピー、2023年夏、甲子園は慶応高校、神奈川の107年ぶりの全国制覇で幕を閉じた。聖地は相手チームの声援がかき消されるほど、若吉の大合唱が地鳴りのごとく轟き、仙台育英、宮城、 の夏連覇を阻んだ改めて、慶応の底力を垣間見た瞬間だった。2017年夏以降、甲子園から遠ざかっている早見。決勝では5回からリリーフし、仙台育英を0点に抑えた小宅正美、マルシーマーク、秀樹杉山。すべての写真を見る、19枚。優勝のマウンドに立っていた慶応2年生エースの小宅正美が生まれた2006年の夏。 甲子園の主役は間違いなく早稲田だった早稲田実業東東京が田中将大率いる駒大苫小牧南北海道との決勝再試合を制し悲願の初優勝聖地を揺らした「紺碧の空は」は駒大苫小牧の夏3連覇の障壁となりエース斎藤佑樹の「ハンカチ王子」「フィーバー」は社会現象にまでなった あれから17年、直近では慶応は今年を除くと2018年春夏の甲子園に出場し、創日は2017年選抜を最後に聖地からは遠ざかっている。この5年で両校にどのような差があったのか。まずは両校の戦績を2018年秋からたどってみたい。2018年秋から2023年夏までの戦績。アドバタイズメント。 アドスバイ、2018年秋、早見東京都大会4強、慶応神奈川県大会4強、2019年夏、早見西東京大会8強、慶応神奈川大会4回戦、この大の主な3年生、早見伊藤大成、追沼渡る正人、共に総大、慶応吉波務、広瀬龍太、共に慶大、2019年秋、 早見出場自体、慶応神奈川県大会四回戦、2020年夏、早見西東京大会八強、慶応神奈川大会五回戦、アドバタイズメント、この大の主な三年生、早見北村広照、宇野隆一郎、ともに総大。慶応本間総太郎、水鳥春ともに境大。2020年夏は新型コロナウイルス化による代替大会。 2020年秋、早見東京都大会8強、慶応神奈川県大会3回戦、2021年夏、早見西東京大会5回戦、慶応神奈川大会4強、この大の主な3年生、早見タワレン、清宮福太郎、共に総大、慶応前田明宏、坪田太郎、共に慶大、2021年秋、 早見東京都大会2回戦、慶応神奈川県大会3回戦、2022年夏、早見西東京大会8強、慶応神奈川大会8強、この大の主な3年生、早見石島美月、住田祐希、共に総大、慶応広池博成、谷口康大、共に慶代、2022年秋、早見東京都大会3回戦、 慶応関東大会4強。2023年夏。早見西東京大会8強。慶応甲子園優勝。主な3年生。早見宮本陸、山本総空。慶応のぶすえあいた。渡辺戦の量。早実は2015年夏。2017年選抜出場の原動力となった清宮幸太郎。日本ハムの弟、福太郎、総大。 が2019年に入学。高校通算111本塁打を放った兄に続く活躍が期待されたが強豪の日大三や東海大菅生国学院久我山などの台頭により聖地の土を踏むことなく卒業した二松学舎大月や関東一といった東東京の強豪とも戦わなければならない秋の東京都大会も近年は勝ち上がることができず 選抜戦線でも苦戦が続いている慶応は2018年にエース左腕の名前順記、慶大日立製作所、2年生主砲の広瀬龍太、慶大、らを擁して春夏連続で甲子園に出場して以降、神奈川の厚い壁を越えることができなかった。ただ、甲子園で躍動した世代に憧れ、慶応宇都宮ボーイズで日本一を経験した親宅雅美。2年、加藤悟。2年、 ら有望な選手が入学。2022年秋に関東大会4強に進出し、今春選抜に出場すると、今回、小宅はエース、加藤は主軸打者に成長。神奈川大会準決勝で東海大相模、決勝で横浜を倒すと、その勢いのまま甲子園で深紅の大優勝旗をつかんだ。この優勝を機に、慶応を目指す野球少年はさらに増えるだろう。 か甲子園出場の慶応に対して昨週の東京都大会3回戦負け今回の西東京大会では準々決勝で日大鶴ヶ丘にコールド負けとこの1年では差をつけられた早見しかし昨夏までは慶応と戦績では大きな差はなく東京の壁を打ち破れば今回の慶応同様一気に甲子園で熱狂を呼ぶ活躍をするポテンシャルを秘めている 今年のメンバーを見ていくと、両校ともにこの5年で共通しているのは、中学・硬式野球の強豪、世田谷西リトルシニア、出身の選手が在籍し、メンバー入りしていることだ。今年に限っては、早見3人、白畑優吾、藤沢優真、内園浩太、慶応5人、信末相田、福井直近、松井喜一、清原勝次、安達前と合計8人もいた。 慶応は1962年夏を最後に長らく聖地から遠ざかり、神奈川では古豪扱いだったが、1990年代に推薦制度を導入したことが実を結び、2005年選抜で久々に甲子園に出場。さらに2008年選抜から3期連続、2018年も春夏連続で出場したことで野球部の知名度も徐々にアップし、 世田谷西のような強豪チームからの入学希望者も増えたことで横浜や東海大相模と対等に渡り合えるまでになった。両校ともその知名度とほぼ100%が早稲田大、慶応大に進学できるとあって入学希望者は北海道から沖縄まで全国に及ぶ。ただそれぞれ推薦枠40人程度で野球部枠は10人前後と狭き門だ。 2024年度の出願資格もハードルが高く、内申点は双日が中学第1学年と第2学年の学年表情及び2023年12月末現在の第3学年の全必修強化の評定、5段階評価の合計が94、平均3.5以上で、かつ評定1を含まないもの、 慶応が中学3年時の旧教科の成績合計が5段階評価で38以上であるもの慶応は全教科オール4合計36でも出願資格を満たすことができない勉学のみならず部活や学業以外の活動でも全国クラスの活躍が求められる学力テストこそないが面接作文もしっかり対策した上で受験に臨まなければ 野球部が望んでいる選手であっても不合格となるケースは少なくない。